おはようございます。そっかじの久保です。ちょっとライブの時間が遅れてしまいましてすみませんでした。今日はね、寝坊しましたね。朝7時起きぐらいだったですかね。だいたいあの3時とか4時に目覚めて、そこからニュースサイトをチェックして、で、あ、これを伝えたいなと思ったらライブをする。それがだいたい6時とか7時ぐらいなんですけどもね。<laughs> 失礼しました。で、えーっと、トイレットペーパーとかティッシュペーパー。うん、相変わらず品切がれ、品切れが続いてるようですね。 なんかね、その、コストコとかで大量に買う人を見ると私はね、申し訳ないんですけども、ものすごく人の浅ましさというかね、自分さえ良ければいいのかと、テレビの前でね、叫んでしまいましたね。あの、やっぱり自分の部分はいいですから皆さんを先にどうぞっていう風な譲り合いの精神とかが、多分日本の美徳だったような気がするんですよ。まあ今はもうそんなのを通用しないのかもしれませんけども、粋だなとかね。 あの、義理人情とかっていう言葉がありますけども、なんかね、お腹が空いてても、どうぞ食べてくださいっているような、その人共道っていうんですかね。いわゆる、ある意味なんか、虎参道みたいなのがあったと思うんですけども、もう悪い先にね、自分が満たされればいいんだみたいな、そんな西洋文化なんですかね。何なんですかね。なんかその、あさましいなと。はっきり言ってそのデマを信じる人も、デマを流してる人と同じですからね。その行動によって、さらに、 安心した人も不安になるわけじゃないですか。だからね、あの、本当に冷静に考えていっても冷静に考えられないでしょうけども、何をするべきかというと、普段、何もトラブルがない時から、ティッシュペーパーぐらい、トイレットペーパーぐらい、ちょっとね、もっと来ましょうよ、ちょっとは。一週間分ぐらいは。つって、ここ一週間、一週間前は思い出してください。トイレットペーパーとかティッシュペーパーなんて見向きもしなかったはずなんですよ。 だからちょっと情報が入ってくるとすぐにね、それに踊らされちゃったりとか、結局、あの、これが儲かりますよって言ったら飛びつくのと同じで、詐欺にかかっちゃう人をね、なんかリフォーム詐欺にかかる人とかをよくね、なんでこんなにかかるのとか言う人いますけども、これ同じレベルですからね。だからもうこういう時はもうね、逆にね、もうスーパーとか行かないとかね、コンビニ行かないとかって、もう全然買い物行かないぞみたいなね。<laughs> そんなのは私ぐらいなもんでしょうけども。えー、今日もね、なぜか、 ガソリンスタンドに行ってきて、銀行に行ってきて、まあ、どこも空いてるなぁと思うところに、多分スーパーは今日も朝から行列なんでしょうね。私の街は結構あるんで、どうってことないと思いますけども、誰もちょっと騒いでる様子もないですしね。ただまあ、広島市内の方に行くと、スーパーの方では一部しながれがあったみたいで、もう今朝のね、補充で、 皆さんね、安心されたんではないかなと思いますけども、せっかく補充して安心させようと思って、お店の方が頑張っていても、あ、どうも、ゆみさんおはようございます。いや、ゆみさん、あの、はっきり言ってね、デマに踊らされる人もデマを流してるのと同じだと思いませんか本当なんか知識がなくてしょうがないとか、みんながやってるからついうっかりっていうのではなくて、なんか結局、必要もないのに買う人を量産するのに加担してると思うんですよ。まあでもそれは仕方ないと言えば仕方ないんですけどもね、やっぱり。 私みたいに一日中暇で情報を取ってたら <laughs>、そうでもないんでしょうけども、夕方のニュースとかでパッとね、あのー、ティッシュがなくなりましたとか言ったら、そりゃ、休憩時間にちょっと見に行こうかってことになって、あ、やっぱりないと思ったらね、その瞬間だけが全てなんで、そうなっちゃうのかなと思うんですよ。あ、矢野さんおはようございます。放送遅れてすいません。だからね、あの、もう、究極、なくてもいいやぐらいの、まあ、捨て身というんではないですけど、なくてもいいやぐらい、 もうティッシュペーパーは別にもうウォシュレットとか葉っぱでいいじゃないですかって感じなんですけどね <laughs>。どうですかね <laughs> う。うんだ結局自分が手に入れると誰かが手に入らないってことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよ。必要な分があるんだったら、それこそね、少し買っておけばいいと思うんですよ。例えば、あ今月の分だけとか言ってね。うんだティッシュとかトリュペーパーなんて、一つ買っときゃ1ヶ月ぐらいね、持つと思うんですよ。うん。もっと持つんじゃないですかね。 ニュースでの報道もやばいですよね。ニュースでいっぱいありますみたいな棚がぎっしり埋まってる様子を取り上げてくれればいいのに、やっぱあの、人が惑わされそうなニュースネタなんでしょうね。空っぽの棚ばっかり映しますよね。で、買いだめして一人で30個とか40個買ってる人にインタビューしますよね。なんかあれも良くないですよね。だったらニュースキャスターとか、その、カメラマンとかね、アナウンサーとか取材に行ってる人が買いだめてますかってことですよ。 あんな楽勝で取材してるじゃないですか。か結局ね、取材してる人の立場になったら、あのー、本当にね、お笑い草っていうかね、<laughs> 多分取材しながら笑ってると思いますよ、マイク向けながら。ああ、かわいそうとか思いながらね。じゃなかったらあんな取材とかしないでしょ。あのー、報道の前に買いだめちゃったりするんじゃないかなと思いますよね。はい。で、まあ、でもね、食料なんとか備えるのはとってもいいことだと思うんですよ。あのー、今の時期じゃなくてね。 普段から少し備蓄を持っておくとか、あの、南海トラフに備えて、なんか水をね、確保しておくとか、こういう時じゃないんですよ。本当に何もない時に、あの、所得の1%を、そういった災害対策のお金に当てて、ペットボトルをね、あの、2リットルのやつを1箱、6ケース、あ、6ケースない、1ケース6本とか入ってるでしょあれを毎月1つずつ買い貯めておくだけでも、こういう時に慌てないと思うんですよ。で、缶詰も2、3個買っとくとかね。 うん、で、どんなに買い溜めいてても、結局は、な、何、有事の際っていうか、危機が訪れたらそんなもんじゃ足りないですから。もう、安心してもらってもいいんですけども、あのー、人っていうのはね、周りの人が困ってるのに自分だけお腹いっぱい食べることに耐えられないですから、結局は、分けるようになると思うんですよ。で、隣の人がね、お水なさそうだなと思ったら、ペットボトルの1本2本あげるでしょ。うん、だから結局は、そういうことなんじゃないんかなと思うんですよ。自分だけ買い溜めいておいても、うん、それはね、浅ましさを、 加速させるだけのような気がするんですよ。でもまあ、こう言ったらね、あのー、言い過ぎになりますけども、浅ましさとか言ったら。ゃあのー、必要最低限というか、必要な量は何もない時に備蓄しておくもんだと思うんですよ。だからトイレットペーパーの12ロールを1個余計に買って、あのー、タンスの、タンスじゃないわ。押し入れの奥に1個しまっとくとかね。うん、それは何かのための、まー、ワ、ま、ン、あ、セットとかにしとくわけですよね。そんな金額いかないじゃないですか。あれ、2キュッパーとか3キュッパーでしょ、せいぜい。 ね、だったら1000円分だけ緊急需要ってことでトイレットペーパーとティッシュペーパーを1000円ずつ買ってどっかに置いとくみたいなことをすればああいう騒動に巻き込まれないですしまあ安心ですしね、うん、だから結局ねあれしながりを起こすから転売ヤーがさらに買うんですよで転売ヤーが YouTube でまた煽るんで転売ヤーのね罠にかかってるんですよこれ昔からある方法なんで 東日本大震災の時も必要ない人がガバッと買ってですね、で、高価で売るみたいなのに巻き込まれちゃって、で、こういうことが起きたらまた転売屋のマニュアルが作動するんでね、本当にもうもったいないということです。で、マスクのことについて言わせてみれば、言わせていただければね、今回、業者からマスクを買い取って北海道も来るみたいなことしたじゃないですか。これによってね、マスクの行動がまた起きますからね。本当まあ、余計なことしてくれるなと思いますよ、私は。はい。我が家は平時の備蓄してるので、今回困りませんでした。さすがですね。そう来なくちゃいけないですよね。だからね、 トラブルが起きた時に、さあ何かやろうと思っても、その時はもう手遅れなんですよ。だから事故った時に、車でね、車で事故った時に保険会社探してもダメで、事故ってない時に保険入んないといけないんですよ。そういうふうなことを冷静な行動って私は思うんですけどね。いやー、困りましたね、でもね。うん、こういうふうな風評に惑わされる。だから、あマスコミも煽る。マスコミ飯埋まってやつですよね。マスコミは情報を流すだけで、 勝手に市場が動いて、マスコミに利益を運んでくれるんで、どの情報を流したらみんなが勘違いするかなってことを常にやってますからね。で、YouTuber としても、その再生回数を稼ぐだけの YouTuber、それをやってますからね。だから再生回数関係なくて、こう、ベラベラ喋ってるだけの人とかは、逆に言うと無害だと思いますよ。<laughs> なんていうことね。これもポジショントークでございます。まあ、慌てずにやりましょう。紙なんてなくったってね、どうってことないですよ。もう、 皆さんどうぞの精神で行きましょう。私はいいですから。私は余ったら。余ったら私もらいますけども。まあ先にどうぞどうぞって感じでね。殺到して、殴り合いとかやめてくださいね。マスク一つのことで。えー、そんな感じかな。はい、えー、以上でございます。言いたいことを言いっぱなしの久保でございました。では、失礼します。